テロ対策特別措置法。平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合検証の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法。平成13年9月11日の アメリカ合衆国においては生したテロリストによる攻撃等に対応て行われる国際連合を検証の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合受議等に基づ通人道的措置に関する特別措置法はアメリカ同時多発テロ事件の発生を契機として行われた対テロ作戦を支援するために制定された日本の法律 特別措置法。法律名が112文字と長いため略称で呼ばれるのが通例である。テロ対策特別措置法やテロ対策特措,ロ特措法、テロ特措法、テロ特などと略される。この後継法律であるテロ対策会場阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法、新テロ特措法、平成20年成立、22年執行が、 新議入りしてからは、それと区別する意味でこちらは、旧テロ特措法などと呼ばれる。その名前通り、2001年、平成13年9月11日に発生した、アメリカ同時多発テロ事件を受け、2001年10月5日に、政府が法案を提出し、同月29日に成立、制定された。施行、交付は2001年11月2日で、2年間の、 次元立法であった。一週間後の11月9日には、海上自衛隊の艦船3隻が、インド洋に向けて出航した。アメリカ合衆国などがアフガニスタンなどに対して、対テロ戦争の一環として行う攻撃、進行を援助、広報支援することについて定めた法律である。アメリカ合衆国のアフガニスタンへの攻撃進行の詳細については、 アメリカのアフガニスタン侵攻を参照。自衛隊派遣の実績については自衛隊、インド洋派遣を参照。アメリカ軍のアフガニスタン侵攻をいち早く指示した第一次、小泉内閣下で可決、成立、引き続く第一次、安倍内閣においても継続実施した。交付直後に、海上自衛隊が、インド洋公海に派遣され、護衛艦、イージス艦による、 レーダー支援や補給艦による米海軍艦艇などへの給油等の支援活動が行われている。この活動が集団的自衛権の問題などの観点から日本が果たすべき役割かどうか日本国憲法との関係も含めた議論が行われた。安倍政権の後を引き継いだ福田康夫内閣もこの法律を延長しようとしたが2007年平成19年11月1日 期限切れれ執行、その後、新テロ対策特別措置法が制定された。日本は、日本国憲法第9条によって、国際紛争を解決する手段として、武力の行使ができないため、対応措置の実施は武力による威嚇または、武力の行使にあたるものであってはならないとし、活動地域は、非戦闘地域と認められる航海、排他的経済水域を含むとその上空、及び、 外国の領域、当該外国の同意がある場合に限るとしている。2007年9月10日当時の内閣総理大臣、安倍晋三が初心表明演説でテロ特措法に基づく海上自衛隊の活動は諸外国が団結して行っている海上阻止活動の不可欠な基盤となっており、国際社会から高い評価を受けていると活動が継続できるよう理解を求めた。 本法は2001年10月16日に成立、同年11月2日に交付、即日施行された。当初は2年間有効の次元立法であったが、2003年10月の改正で2年に延長、2005年10月の改正で1年、再延長、2006年10月の改正で1年の再々延長が行われた。二千五年以降、同法に基づく自衛隊の派遣、 政令で規定は半年単位で延長されている。第21回参議院議員通常選挙で与党が敗北した結果を受けて、2007年11月1日限りとなっている法の有効期間が延長されるかどうかが注目された。秋の第168回臨時国会で主要な焦点となると見込まれ、党内で延長をめぐり、新米派と反米派が対立している。 民主党の出方が注目されていた。しかし、9月12日に、安倍晋三内閣総理大臣が突然辞意を表明し、国会が空転したため、本法の改正、有効期限延長が日程的に混乱となり、そのまま執行した。これに対し後継の福田康夫内閣は、2007年10月17日に、衆議院に後継の法律として、 テロ対策会場阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案を提出した。10月26日から衆院テロ特別委員会で審議を始め、同年11月13日に衆議院本会議で与党の賛成多数で可決、2008年1月11日に参議院本会議で野党の反対多数で否決されたが、 同日午後に衆議院本会議で与党の3分の2以上の賛成多数で再び可決、成立した。しかし、新法案は本法の執行の2007年11月1日まで成立せず、結局本法が11月1日24時をもって執行することに伴い、海上自衛隊はインド洋から撤退することとなった。 テロ対策特別措置法に基づく給油は当然アフガニスタンにおける普及の自由作戦に対する協力支援であり、給油は同作戦の海上阻止行動に従事する艦艇に対する支援として理解されてきた。この目的で行われた給油が2003年以降のイラク戦争関連の艦船への補給活動にもなっているとの疑惑が上がり問題視された。まず、 枝健次議員が2007年9月1日放送の朝まで生テレビで米軍のウェブサイトの情報をもとに給油燃料のイラク戦争への転用疑惑を紹介し翌日のサンデープロジェクトの中で石原信明自民党長会長もその可能性を認めたその後枝議員は自らのウェブサイト上で給油燃料の8割以上がアフガンではなく イラク作戦に費やされたとする番組内での指摘についてはイラクとアフガンのものが一体となった数字では内科として見方を修正している米軍のサイトではイラクの自由作戦のページに普及の自由作戦が始まって以来として日本の提供燃料のを記載していたページはすでに削除されているため下記の保存ページ参照さらに9月20日特定非営利活動法人 ピースデポの米軍文書をもとにした調査や政府の答弁によると、米補給艦、ペコスが2003年2月25日朝に補給艦、トキワから約83万ガロンの給油を受けたが、ペコスはその後ペルシャ湾方面に移動、同日午後に米空母、キティホークにトキワからの燃料のうち67万5000ガロンの給油をしていた。キティホークは補給後にペルシャ湾に入り、 イラクに対するサザンウォッチ作戦、イラク戦争開戦前に従事している。これらのことからは、テロ対策特別措置法に基づく給油がイラクに対する作戦に流用されたとの疑惑が高まり、2007年にテロ特措法の延長問題の検討において問題となった。この問題に対する日本政府の立場は、補給を受けた後に従事する活動の内容は、 各国が決定するもので政府として詳細を承知する立場にないということであり、テロ特措法の範囲内の活動に対して給油等の支援を行っていることを明記した公文書を関係各国と交換した上で提供をしていることであり、基本的に各国は給油をテロ特措法の範囲内の活動に対して利用していると考えるし、その詳細について確認することはしないし、 どの国のどんな艦艇に給油したか等についても、作戦の妨害になる恐れがあるので公表するつもりはないとするものである。また、キティホークへの間接補給については、補給された燃料は、同艦のペルシャ湾への移動で消費し尽くしており、普及の自由作戦に使われたと考えるべきであると主張している。米国国防総省は、キティホークは25日から28日の間に、 普及の自由作戦を支援する任務を行っており、燃料はその間に消費し尽くされたとして、転用されたとの懸念には根拠がないと発表した。米海軍横須賀基地の機関紙、シーホーク2003年5月23日号において、イラクの自由作戦で、イージス艦霧島と護衛艦春雨は高度な通信能力で、同盟軍の艦船を大いに助けたとの記述があった。後に、 同市場で、タイアフガニスタンの作戦名、普及の自由作戦と書くべきところを間違ったと、訂正が行われた。当初はこれらの指摘も一国会議員の発言で、信憑性が怪しまれていたが、その後、マスコミ各社も、このイラク転用疑惑について盛んに報じ始めた。なお、米艦に送られる燃料油は、軍基準、艦船用2号経油、または、 ミルスペック解マイナス76に適合させる必要上、伊藤忠商事と朝日通産からの随意契約で購入されていること、また使用されるその燃料はドバイにあるシェブロンの製油所で生成されたものであることが判明している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。